こんばんは、ぶっちゃけまです。今日はですね、新型コロナウイルスのですね、パンデミック、これがね始まってねもうね2年以上経つんですけども、日本のね感染者数、まあ、あるいはね感染率、死亡率ね、これは欧米諸国と比べて非常に少ないですよということで、これをですね、山中伸弥教授ね、あの2012年ノーベル賞ね、受賞された、教授がですね、ファクター X っていうふうに呼んでました。まあ、その候補としてね、まあ、一つは、マスクの着用とかね、毎日の入浴などの高い衛生意識、まあ、あと二つ目が、ハグや握手などのね、まあ、少ない、まあ、そういう接触が少ないね生活文化、あと3がですね、BCG 接種などの何らかの公衆衛生政策、まあ、こういったものが影響してるんじゃないかということ、あともう一つ四つ目ですね、日本人の遺伝的要因、5つ目が、過去の何らかのウイルス感染に伴う、交差免疫、まあ、こういったものが考えられますよというふうにね提唱なさってました。まあ、あの交差免疫、まあ、交差反応とも言いますけども、まあ、あるね病原体の感染をね記憶した免疫細胞がね、まあ、別の病原体に対してもね、まあ、反応しますよということでね、まあ例えばあの風邪のね原因になるねコロナウイルス、まあこれね季節性コロナウイルスって呼ばれてるのは4種類ありますよってことで、それとね今回の新型コロナ、まあ、COVID-19 ですね、これがですねどうもね同じ免疫が働いてるんじゃないかということですね。まあこれをですね実はあの理化学研究所のね藤井慎一郎博士らのね研究チームがねあのまあ研究してですね、日本人のね約6割においてね、記憶免疫キラー T 細胞っていうね細胞、がですね新型コロナウイルス、それと季節性コロナウイルスにね両方に反応しますっていうことですねを明らかにしましたということなんですね。まあ、の未知のねウイルスが入ると、免疫細胞であるヘルパー T 細胞などがねそれを感知してね他の免疫細胞に知らせるわけです。それに反応するのが B 細胞やキラー T 細胞と呼ばれる免疫細胞なんですね。 B 細胞はね、抗体を作ってその抗体がねウイルスをまあ破壊しますということで、キラー T 細胞はねウイルスに感染してしまった細胞ですねを攻撃して死滅させる、まあこのキラー T 細胞がね攻撃する、感染細胞の目印となるのがですね、エピトープって言われる物質なんですね。エピトープはね感染したウイルスのタンパク質が分解されてできたペプチド、まあ、数個のねアミノ酸が結合したものですね。感染細胞の、ね、表面にある、ヒト白血球抗原、まあ、HLA って言われますねに結合してますと、まあ、HLA はね体内のあらゆる細胞の、ね、表面に存在しますと。 HLA には数万もの型があり、個人は複数の型の HLA を合わせ持つ、まあ、その HLA の方はですね親から子に遺伝しますということで、まあ、人種によってもねこれ異なります。日本人に多い方の一つがですね HLA-A24 でですね約6割の日本人が持ってます。これがね実は欧米ですとね1から2割、韓国2割 2.5 割ぐらいですかねの人しか持ってませんと言われてますね。まあ、この藤井博士らのね新型コロナウイルスの表面にあるスパイクタンパク質を調べですね、まあ、HLA-A24 に結合し、ね、キラー T 細胞を活性化、増殖させるエピトープを発見しましたということで、このエピトープはですね全部でね1286個のアミノ酸からなるスパイクタンパク質の、1208番目からですね1216番目の、9個のですねアミノ酸からなるペプチドだったんですね。まあ、あの藤井博士は4種類のね、季節性コロナウイルスのスパイクタンパク質それぞれにも、まあ、発見した新型コロナウイルスのエピトープとよく似たペプチド部位が存在し、どれもがですね HLA-A24 と結合することが分かりましたということでね、あの、まあ、調査研究した結果、そういったことが分かりましたということで、まあ、HLA-A24 を持ちね季節性コロナウイルスのが原因のね風邪にかかったことのある人の体内にはねその時にね活性化されたキラー T 細胞が記憶免疫キラー T 細胞となってね、まあ、あの休眠状態でね存在してますと。そしてねその人が新型コロナに感染すると、まあ、交差反応によりね記憶免疫キラー T 細胞が、まあ、働き出してですね、まあ、その新型コロナに感染した細胞を死滅させるっていうふうにね考えられてます。
こういったことでね、実は、日本人がなぜね、新型コロナに感染する人が少なかったか、まあ、あるいは亡くなる人が少なかったかのいくつかあるファクター X っていうね、まあ、一つの仮説だと思うんですけど、のうちの一つの交差免疫、これに関してはね、非常に高い角度でね、どうでしょう、交差反応に関してはね、まあ証明されている部分があるんじゃないかなってぶっちゃけまで思いました。まあこれに関してはね、一応いろいろ図を出しますので、皆さんの方でね、興味ある方は、まあ、原点に当たってもらうのが一番いいんですけど、まあ、非常に難しいんで、まあ、それをね、省略したものとかね、解説したもの、まあ、こういったものでね、少しね、知識として入れていただければいいなと思います。まあ、ただこれですね、なぜね、じゃあ日本人にね、HLA-A24 これを持つ人多いんだろうか、まあ、こういうふうにね、疑問に思われる方もいらっしゃると思います。それに対してですね、藤井博士はですね、 HLA の方は免疫応答性と関連してますってことなんですね。人類は誕生以来さまざまなね、病原体に感染し、抵抗力をねつけてきました。特定の HLA 型を持つ人が特定の病原体に対する抵抗性などの面から、まあ、自然選択されですね、現代人が形成されてきた可能性がありますと。つまりこういうの、遺伝でね、ずっとこう来てるわけですから、その HLA のね、 A24 これはやっぱりその有利に働いたんですよね、生存にね、その生存に有利に働いたから後世にどんどん伝わってきて、その後世がさらにね、また次の子孫に伝えるということでね、まあ、それが日本人には非常に多いということですね、他の地域に比べますと、ということだと思います。まあ、今回ね、まあ、そういう意味では日本人に特有のね、ファクター X のね、まあ、一つがね、解明された可能性があるとはいえですけども、 HLA-A24 の免疫力に守られていることをね、過信してね、感染対策を怠る、こんなことはね、決してあってはいけないので、まあ、本当ね、油断は禁物ですよということなんですけども、まあ、どうしてね、世界の動きと日本の動き、ね、新型コロナに関してなんですけども、この違いがあったかのね、一つの疑問がね、これで誘拐されたんじゃないかな、そういうふうにね、ぶっちゃけ丸は思います。それですので、ぶっちゃけ丸がね、ちょっと難しい話なんで、なるべく分かりやすくと思ってですね、話したんですけども、一応ですね、図表もですね、掲載しますので、そちらもね、ご参考いただければと思います。本日もですね、動画のご視聴いただきましてありがとうございました。失礼します。